はいどうも、むつみです。皆さんから届いたフレーズを僕が弾いちゃおうのコーナー、イエーイ。はい、第2回目です。第1回目の方で詳しいことは説明してあるので、多分第1回目の方を見た方がこの動画楽しめると思います。概要欄にリンク貼っておきます。では、早速行ってみましょう。まず1人目はこの方、どうぞ。一人目の方、大将メンバーさんです。スラップにプラスして左手でルートの音を足すっていう奏法でフレーズを作ってくれました。では行ってみましょう。大将メンバーさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。二人目の方、こちらです。笹長さんです。笹長さんはですね、小指を入れたフォープルでフレーズを作ってくれました。では行ってみましょう。笹長さんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。はい、次の方、ゆずさんですね。ロータリーとダブルプルを組み合わせたフレーズを送ってくれました。このフレーズを使って僕がフレーズを作ってみましたので聞いてみてください。では行ってみましょう。ゆずさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。次の方、こちらです。てちこさんです。このフレーズ自分でも弾けないから、むつみさん完成させてください、みたいな感じで送ってくれました。僕なりの解釈でこのフレーズ完成させてみました。では行ってみましょう。てちこさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。
はい、次の方こちらです。佐藤祐介さんかな。トリプルプルの後にダブルプルをやって5個音を出すよみたいな、そういう感じのやつをやってくださいみたいな感じで送ってくれたので、僕がフレーズ作ってみました。では行ってみましょう。佐藤祐介さんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。次の方こちらです。ひろみちさんです。ベースの音の上にソロを弾いて送ってくれました。では行ってみましょう。ひろみちさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。はい、次の方こちらです。ランミさんという方です。ダブルプルを使ったフレーズを送ってくれました。では行ってみましょう。ランミさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。はい、次の方こちらです。しずくさんです。初心者向けの教本の第5章ぐらいにありそうな練習曲っていう感じで僕に送ってくれました。このフレーズはですね、僕、しずくさんとちょっとコラボみたいな感じで一緒に弾こうと思います。では行ってみましょう。しずくさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。
はい、次の方、阿部ちゃんマンさんです。この阿部ちゃんマンさんも僕が勝手にコラボみたいな感じで音を取ってみました。では行ってみましょう。阿部ちゃんマンさんのフレーズを僕が弾いたらこうなる。どうぞ。いかがだったでしょうか。まだ全然フレーズは残ってるんですけど、あと25人くらいいるのかな。前回の動画で30人くらいって言ったんですけど、数えたら40何人いてどんどん弾いていこうと思います。というわけで今回はこんな感じで終わります。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでそちらもよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。